れは。これが成長した想念の木。なんて幻想的な光景なのでしょう。おお、綺麗だな。それで力とやらを受け取るにはどうしたらいい。やはりダーナが受け取るのか。ううん、想念の力は摂理や理法とは相反するもの。私たちエタニア人が扱う理力とは対極にあるものだと思う。力を受け取るのはアドルさんにお願いしようかな。ダーナとお前さんが無理なら誰がやるんだよ。じゃんけんで決めるか。ここはやっぱりアドルさんにお願いしたいかな。さあ、アドルさんの力の象徴である剣を木の前に掲げてみて。リモサを止める力なのですか。ええ、そして過去の種、全ての生きたいと願う意志、どうやらうまくいったみたいだね。確かに普通じゃねえ凄みを感じさせる剣だな。これで準備は整ったということか。ええ、サライさんが待つオクトゥスへ戻りましょう。
アドルの剣で入り口を開けるということでしたね。うん、アドルさん、お願いしていいかな。あ、オケアノスよりでっかいな。あれが進化の摂理。ここまで来た以上はやるしかあるまい。行こうアドルさん、あなたならきっと大丈夫だよ。任せなさい。
こまで来たらやるだけだぜ。このまま突入しましょう。必ずラクリマスを止めてみせる。ヘイエイオー。一息つけそうだね。
ードル。
重な品ですよ。突然付き合わせてすまない。貴殿には改めて直接礼を言っておきたくてな。これは私からのほんの気持ちだ。ぜひ受け取ってほしい。私の手持ちの品の中で貴殿にも似合いそうなものを選んでみた。必要なければ島を脱出してから売ってくれても構わない。突然だが、貴殿はロムン帝国のことをどう思う？そうだな、金や権威を持たない人間にはなおさらだ。ロムンは侵略戦争によって年々その半島を広げているが、実際のところその征服欲はとどまることを知らぬのが現状だ。アドル、ここだけの話なのだが、ロムン軍内部には貴殿の行動に目をつけ始めた輩がいるようだ。セルセタの一件でもそうだったが、これからも迷惑をかけるやもしれん。くれぐれも注意してくれ。そんな風に持ち上げてもこれ以上は何も出ぬぞ。礼を言うつもりが逆に私の方が励まされてしまったようだ。レオにも言われているが、私も本国における身の処し方を考えねばな。ともあれ、脱出しなければ何も始まらん。どうか最後までよろしく頼むぞ。ここは滑りやすくなっております。お足元にお気をつけください。ありがとう、ラステル。それにしても王都周辺が
これほどの霊気に包まれているなんて。はい、留守にしていた3ヶ月で一段と寒冷化が進んだようですね。この様子だとここもじきに王宮に避難しているみんなが無事だといいのですが。そうですね、先を急ぎましょう。今のはどうされました？いえ、誰かに見られているような気配がしたのですが。気配が吹雪にかき消されてしまいましたね。面目次第もありません。ううん、気にしないでください。こういうところは本当にドランそっくりだな。それにしてもあの気配どこかで。それにしても冷えますね。リホーグに守られているとはいえこの霊気はお体に触ります。とにかく王宮へ、オルガ様のところへ参りましょう。ままだとやっぱりダーナ様。ですが保管庫の食料もそう多くはありませんぞ。かつて女王の指示で蓄えたものも底をつきそうです。このままでは無事に冬を越せるかどうか。そもそもこの冬に終わりなど来るのでしょうか。ダーナ様も最近はもう予知ができないと聞きました。噂通り力を失っているのなら私は彼女を指導者としては。おい、ダーナ様は体を張って北方の視察へ向かったのだ。たとえ力を失ったとしても立派なお一人違いないだろうが。そういうことではなく、私は。お主らやめぬか。我々が争って何になる。食料のことだが、寺院で収穫した馬鈴薯を地下に保存してある。後ほど動ける者に声をかけてここへ運び入れるとしよう。おお、なんとさすがはオルガ殿ですな。早速手配いたしましょう。それと外区に残っている市民がどうしているか心配だ。もう一度見回ってここへ避難するよう呼びかけてほしい。そうでしたな。この様子では次の寒波をしのげるかどうか、今のうちに行ってまいりましょう。ああ、それぞれよろしく頼むぞ。久しぶりですね。ただいま戻りました。よくぞご無事で。まったく、北方諸国を回ると言って王都を飛び出すと驚いたぞ。ごめんね。
まあいいだろう。それで北の様子はどうだったのだ。それなんだけど、うん、場所を変えた方が良さそうだな。そうか、北方諸国は壊滅か。うん、やっぱり北へ行くほど寒さが厳しくなっているかな。うん、そうなるとやはりエタニア人が生き残っているのはこの王都以南に限定されるな。そうかもしれない。生き残った粒子たちもどんどん南へ移動しているみたいだった。みんな頑張って生きてくれるといいんだけど。南方諸国はもともとあまり裕福な土地ではないが、希望はあるはずだ。それより問題は我々自身がどうすべきかだが。うん、オルガちゃん、みんなで王都を出て南方諸国の人たちと合流しよう。ここにある物資を送り込んで助け合うことができれば。やれやれ、相変わらずお前は大胆なことを考えるな。まあ今回ばかりはそう言うだろうと予測していたが。それじゃあ。確かにお前の意見は一理ある。だが今回ばかりは少し考えさせてもらえないか。え、予知の力を失ったなどと噂されてはいるが、ダーナ、お前見えているのだろう。なおさら私に時間をもらえないだろうか。明日の朝またここで話をしよう。オルガちゃん、すまないが今日はそろそろ失礼させてもらう。まだ日のあるうちにやらねばならぬことがあってな。様、ラステル、お話は終わったようですね。オルガ様は何と。ええ、それが明日まで考えておくそうです。そうでしたか。オルガ様も王都出身ですから思うところがあるのでしょうか。でもそうなると準備はいかがいたしましょう。私も覚悟を決めなきゃ。ダーナ様、何でもありません。準備は手はず通り進めてください。わかりました。それでは一旦失礼して手配してまいります。ダーナ様も王宮に戻られますか。私はちょっと街を散歩してから戻ります。え、今からですか。お供をいたしましょうか。ううん、大丈夫です。ちょっとした気分転換ですから。わかりました。くれぐれもお気をつけください。
巫女様ヤッホイオちゃん、思えばいつもあの子と出会うのは。残っている人たちが無事だといいんだけど。
れはモノリスみたいだけど、ずいぶんと大きいな。よくぞここまでたどり着いた、ダーナ・イクルシア、いや大樹の巫女よ。なんちゃって、やあやあ巫女様、またまた会っちゃったね。イオちゃん、よくこの状況でここへたどり着いたもんだよ。さすが、諦めずに最後までみんなを導こうとするだけあるね。あなたのその気配、やっぱり普通のエタニア人じゃ。もしかして森人たちの。さてどうだろうね。悪いけどダーナでもまずは資格を示してもらいたいかな。この聖堂の儀式はもう私でも止められないからね。さてと、それじゃあ。Oh!
食らいついてる。このまま勝機を見つけるよ。頑張るね。でも私の本気はこれからだよ。これが最後のモノリス。動いた。前回は最悪をもたらす大樹から聖者が人々を救った話だったけど、
失われたエタニアの建国史。確かにこれが最後の章みたいだね。寺院の由来にもこんな経緯があったなんて。これが明るみに出ていれば大騒ぎになっちゃったかな。でもそれじゃあこの聖堂は誰が何のために。これは人々が繁栄を享受する中、真実の壁に記されし脅威はいつしか忘れ去られるだろう。しかし歌方が現れ消えるかのごとく、終末が訪れるのもまた必然。この地を訪れし者たちよ、我を継承する巫女たちよ、何時らはこの事実を知り背負って生きることとなろう。それこそが巫女本来の務めであり、存在理由だと我は考える。最後を司る者へと至るその日まで。これって大樹の巫女に宛てたメッセージ。しかもさすがの巫女様もびっくりしたみたいだね。イオちゃん、もしかしてあなたが。さすがに気づいたかな。そう、私は初代大樹の巫女、名前はイオだな。私の試練によくぞ打ち勝ったね。あ、やっぱり。でもその格好は一体。この体はもともと四年体だからね。長い時を過ごす間に力が衰えて子供の姿に戻っちゃったんだ。でもこれでようやく役目を果たせるってものだよ。イオちゃん、いえ、初代、その役目とは何のことでしょう。初代だって。私はダーナ以上に堅苦しいのは苦手なんだよね。これまで通りイオちゃんでお願いしたいかな。うん。この聖堂でダーナたち巫女に伝えてきたのは歴史。でも歴史っていうのは何も過去のことだけじゃない。本当に伝えたいのは今、そして未来のことだよ。今と未来。そう、この地下聖堂はね、歴代の巫女に大樹の真実を伝えるために作ったんだ。じゃあ今までの巫女はみんな大樹のことを。嘘なんて言いやしないよ。ダーナも実際に見てきたよね。森人にもバレないようこうしてこっそり教えてきたのさ。驚いたな。まあ巫女たちの反応はそれぞれだったけどね。私を大樹にあだなす大罪人と罵る巫女もいれば、中には受け止めきれず反狂乱に陥る巫女もいた。それでも私はね、後世の巫女たちには真実を認識してほしかったんだ。もっともダーナは教える前に自力で知っちゃったけどね。どうしてそんなことを。始まりの大樹はいつかエタニアに破滅をもたらす。いつもと同じ朝が明日もやってくるとは限らない。ある日、当然のことが当然でなくなる時がやってくる。まったく世界は残酷で、まるで誰かの儚い夢みたいだね。ひょっとすると人の一生も似たようなものかもしれない。だってどんな人だって
最後に行き着くのは平等な死だよ。王族だろうと盗賊だろうと、最後はみんな無に帰るでしょ。じゃあ人が一生かけて積み上げたこと、行ってきた一つ一つの選択、そういったものも全て無意味なのかな。それはダーナだっていつか最後を迎える日が来るはずだよ。その時あんたは何を思う？全て無駄だったと考えるかな。あんなに苦しむなら巫女になるんじゃなかった。母の指輪を外して予知の力を解放しなければよかった。困っている人々を助けるなんて思い上がりだったんじゃないか。いや、それよりも前に、生まれてこなければよかったと、そう後悔するかな。うん、そんな風に思うはずない。その一つ一つがあったからみんなに出会うことができた。どれか一つ欠けても今の私はなかったんじゃないかな。きっとこのエタニアだって同じ。イオちゃんや王家の人たち、先人が選択してきたこと、その全てを受け継いで今私たちがここに生きている。もしエタニアや私の存在が消えてしまったとしても、次にこの地上で生きる誰かが私たちを受け継いでいくはずだよ。だからたとえエタニアが終わるとしても、私の行動が無駄だとは思わないかな。おっと、なんだ、ちゃんと答えが出てるんだ。そう、始まりの私がいるから今のダーナがある。でもダーナがいるからこそ過去の私たちもあるんだ。そんな覚悟で巫女たちには時代を紡いでほしくてね。イオちゃん、だからこそ胎児の真実を巫女たちに伝えてきたんだね。まあね。それにしても最後を担う辛さを心配してたけど、とんだ義勇だったみたいだね。心配してくれてありがとう。でもね、イオちゃん、たとえ世界が夢のように儚く、どんな形であったとしても、それが続いていく限り私たちの意志は私たちのものだよ。だったら自分が納得いくまで私は私を諦めないかな。あんた、まさか。まったく、恐れ入ったな。そこまで気づいているのか。まあ、ダーナにはダーナなりの考えがあるわけだね。どうやらこれ以上私の出番はないみたいだね。若い者に任せて、年寄りはそろそろ退散するよ。イオちゃん、こんな話を聞いてもらえるなんて思わなかったよ。ありがとう。おかげで最後まで頑張れそうな気がする。こちらこそだよ。無責任でしかない言い草だけど、最後までしっかりとね。うん、ダーナ様、同行する者たちの準備が終わりました。いつでも出発できます。
ラステル、ありがとう。少しだけ時間をいただけますか？この後すぐに参ります。はい、わかりました。そのなんだ、本当にもう出発するのか？うん、すぐに次の寒波がやってくるはずだから、今は嵐の前の静けさといったところかな。そうか、すまぬな、一緒についていくことができなくて。ううん、うん、やはり皆には少しでも誇り高くあれる選択をしてほしい。王都を離れられないと主張する者たちの気持ち、合理的ではないが、今なら私にも分かる気がするのだ。オルガちゃん、それに巫女であったお前に未だ反感を持つ者もいる。そういう輩は私が率いた方がお互いにうまくいくだろう。最後の時を誇り高く迎えるため、ここからは各々が選んだ道を行こう。さすがオルガちゃんだな。何のことだ？ううん、なんでもない。それじゃあここでさよならは言わないよ。ああ、分かっている。静かだね。みんな、ただいま。一年ぶりだね。いつかこの日を迎えると思ってきたけど、やっぱりドキドキするな。いよいよだよ。アドルさん、やっと会えるね。